はい、こんにちは、ひかりです。今回はね、SH フィギュアーツのセブルス・スネープ見ていきたいと思います。ハリー・ポッターのね、まあ、個性的なキャラのね、一人っていうか、まあ、個性的なキャラの代表格ですね。スネープ先生ですね。はい。こんな感じ。えっとね、SH フィギュアーツのハリー・ポッター系列で言うと、ハリーとロンとハーマヨニーの、まあ割とまだね、ちっちゃい時の頃の、うん、やつはね、出てるんだけど、それ以外では初のね、 フィギュアーツですね。まあ、ハリーとロンとハーマオニーもいいんだけど、あれ、大人になったバージョンのやつだったら全員欲しかったかなと思う。特にハーマオニーはね、と、あとハリーも欲しいかな。まあ、欲しかったんだけど、子供はね、ちょっと微妙かなと思ったんでやめました。今めっちゃ安いですよね。で、スネープ先生がね、出たってことでね、めっちゃ嬉しくて、はい、初のハリーポッターフィギュアーツです。まあ、ちょっと箱がね、またかっこよくて、やっぱハリーポッター感出てるんですよね、こんな感じで。 おー、いいね。この文字の感じとかね。てんてるんてんてんてまあ、ハリーポッターはもうね、ネタバレしちゃっても大丈夫だと思うんだけどね。うん。こんな感じ。いいね。あ、このポーズあれやったね。えっと、秘密の部屋の時にこのポーズしてたね。決闘みたいなやつをさ、あの、インチキ先生とやった時にね。ハリーポッター俺めちゃめちゃ見てましたからね。実はね、小学生の頃俺原作全部読んでるんですよ。 そう。結構高いんだよ、あれ、新品で買うとね。当時僕、新品で買ってましたよ、最後の方のやつは。最初の頃の缶はブックオフで買ったんだけど、最後はね、あの、発売当初、買わなきゃいけなかったから、新品で、予約して買って、なんか予約特典の袋とかうちはありますもん。今でもあるよ。そして、ババン。ここのこの縁の感じがまたいいんだよね。さあ、出てこい。スニープ先生、出ました、ババン。 で、一応ね、えー、説明書も入ってますね。毎回やっぱフィギュアーツって説明書入りだね。まあでも手首の感じとかは大体一緒かな。あと一応杖の持たせ方とか書いてありますね。で裏は隠しておけ説明は少ないかな。まあ、表情パーツをね変えられるよっていうのもあって。さあ、こんな感じで。開けていこう。お、開けやすい。割と発売したてだよね、まだ。 僕は発売してすぐ買ってはいたんだけど、購入品紹介だけして、あのー、このね、商品紹介はしてなかったんですよねお。やばいやつが出てくるぞ。やばいやつが出てくる。でたーわ、似てんな顔。で、これがまたさ、取れやすいんだよね、確かに、ちゃんとね。あ、ハサミで切った方が早いか。一応ハサミで気をつけてね、切れば。 パーツを取取らなくててもこれが取れががるっいいうのはすすごいありがたいんですよねやったースネープ先生来たースネープはねハリー・ポッターのキャラの中では僕多分一番好きかなまあみんなでみんなっていうかかなりのね割合でスネープ先生好きって人は多いと思うんだけどやっぱねなんだかんだ言ってハリーの親父ってやなやつなんだよスネープってかわいそうな人なんだよ やっぱ、スネープが一番ね、なんか、同情するというか、まあ、なんていうのかな。ほんとに、やっぱ、可哀想なやつなんだよ。だって、ハリーの親父って、ただただ似合ないつだからね。スネープのこといじめしてたわけだからね、みんなで。他のね、先生たちもそうだけど。でも、スネープはね、あの、ハリーのお母さんをね、愛し続けてね。そんで、ハリーのこと守ってんだから、もう偉いよね。憎まれ役も買いながら、頑張ってましたよ。で、最、最後の時もね、も命がけで、ね、 ダンブルドアを殺したんだけど、ね。それがまた、その別に悪いやつじゃないんで、悪い意味で殺したんじゃないんだよね。そう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 。まったくね、ボルデモートっていう悪い奴がいたからな。あいつがいなければな。あいつがいなくてもスネープは幸せにはなってないか。失恋しちゃうもんな。でもいいね。似てる。あとなんかいいね、この質感ね、重さがあって。立つかなただん立たせたいな。 立たせたいな、立たせたいな、スネープ先生を。スネープ、スネープ先生っていうか、スネープって感じだよね。まあ、嫌われ者だからね、一応ね、あの、針たちにはね。こうなってくると、次誰、誰が出るかって言ったら、やっぱりあれだよね、マルフォイだよね。<laughs> マルフォイか、ああ、と他に誰が出るだろう。まあ、シルスブラックっていう、あとまあ、ボルデモートもあるか。まあ、シルスブラックはないか。<laughs> 出るとしても、まあね、<laughs> プレバンかなんかがシルスブラックはね。 立たないな、全然。ちょ、この、下が今ちょっとね、今回初めて使う背景だから、ちょっとまだ、馴染んでないというか、なんか後ろになっちゃってるな。ちょっとこんな前傾姿勢立つかな。めちゃめちゃ前傾姿勢で立った。<laughs> 他にもね、こんな感じで手のね、手首パーツがあって、まあ、杖を持たせられる手首パーツが左右にあって、あとは手がパーのやつね。とあとは表情を変えるパーツなんだけど、 ちょっと怒ってるっていうか、ま、あ戦闘とかね、戦いのシーンにはこれ使えるね。で、これなくしそうだけど、杖がありますね。やっぱ杖持たせたいよね。すだち、すだちもいいけど、やっぱ杖持たせ,るか右手に持た,せた方がいいのかな杖どっちの手に持ってたっけなちょっと待って。箱見てみる。右手だね、右手。右手に杖を持たせましょう。やっぱ杖は持たないと。これ、引っ張ればいいんだね。これね、引っ張って。 で、右手。これだ。右手、右手。右手でーよし。これ、丁寧にね。ちゃんとほら、燃え袖だからね。一応ね。手首。このね、手首はめるのが苦手でね。パチンって言わないんだよね。で、わ、これ、なくしそうだな。出てこないし。 出てきたけどみんな出てきちゃったいやこれ全部この中に入れてそしてこうだねエクスペクトパトローナームみたいな「アバダケダブラ」スネープ確かアバダケダブラ使うシーン1回だけあるもんねダンブルドアに。 アバダけラブラあの時はみんなさ、もうスネープ悪いやつ確定したと思ったよね。違うんだよ。アバダけラブラつって、ダンブルドアを殺すわけよ、ハリたちの目の前で。で、もうその後、あの、まあ、あボルデモートみたいな奴らに乗っ取られた、あの、ホグワーツの校長になるんだけど、まあ、ね、ダンブルドアを殺した理由は、そのダンブルドアが所有してる最強の知恵みたいなのがあって、 そんでダブ、ダンブルドアを殺した人のものになるんだっけな、それが。そうそう。そんで、他の、例えば、その時は、えっ、ー、とね、マルフォイかなんか殺せって言われたんだけど、もしマルフォイが殺してたら、マルフォイのものになっちゃうわけ。そうすると、まあ、その杖はね、ボルデモートに奪われちゃうわけじゃん。まあ、マルフォイが、まだボルデモートに殺されて奪われたりするわけだから。もしくは、ボルデモートが殺したら、ボルデモートのものになっちゃうしね。他のやつが殺してもそうだから。だから、スネープは、まあ、自分がボルデモートに殺される。 命を狙われる、まあ、危険も犯しつつ、ね、まあ、ダンブルドアを殺したという。どっちにするダンブルドアはあの時もうね、誰かに殺されるわけだったから、もうね、仕方なかったんだよ。っていう話なんだよね。で、最後はそれをボルデモートが気づいて、ボルデモートに殺されちゃう。あもうね。確か、あれだよね、ハリーの息子の名前にはセブルスって付けなかったっけ違ったっけ 結局、スネープもさ、あのシル、シリウスブラック並みに本当にハリーのことを思ってくれる人だったから、最終的にはセリブ,セリブルス・スネープはまあ報われたんだけど、もうね、もう、やっぱね、もう主,主人公と言ってもいいよね、スネープが。最後まで見るとね、実は物語の主人公はスネープなんじゃないかって気もするよ、最終回っていうか最後の、編になると。最後のホグワーツ戦争も大変だったかな。スネープ。 いいね。たまらんですな。あ、いいな、やっぱ。こっちの手パーの方がいいかな。グーラとちょっとなんか、あれか。パーにしてみよう、こっちのでは。ね。グーラとちょっとなんか変な感じだよね。パーの方がいいな。稼働はあんましないかもしんないね。これなんかマントがあるから。てか、スネープってあんまアクションさせないもんな。普段はね。まあだからいいんだけど、 でもなんかおもちゃ写真とか撮る人はさすげえ格好させるもんなみんなこんな感じで腕上げてあ可稼働すんじゃん結構あー、まあ、ちょっまっつまったポージング下手だけどさ わ、超いい。わ、これいいな結構背も高い。なんかさ、こう見ると一瞬カイロレンに見えない。一瞬っていうか、正直カイロレンではね。結構似てないカイロレンに。髪型も顔の雰囲気もさ、ね、鼻の感じとか、あと服装も似てるからカイロレンに見えちゃうよね。すごいよな。俺カイロレンのフィギュア見てね、え、これスネープって思った時あったもん。 カイロレンのブラックフィギュアみたいなの見てなんかこうやるとちょっと指揮者っぽくなっちゃうな。これで、はい、ワン、ツー、はい、はい、みたいな。指揮 <laughs> 者みたいになっちゃうな。うわ、こうなるとダンブルドア欲しくなるな。 やっぱボルデモートでもいいけどか大人のハリー欲しいよやっぱ大人のハリーとハーメイオニーとローン欲しいわまあでもハリー・ポッターはでもこれからさまた新作が出たとしてもさ昔のキャラが出てくるとは限らないしな最近もあるけどさあれにはもうね出てこないもんね当時のキャラもうスネープなんて役者さん死んじゃってるからさねえ最悪 CG かもしくは もうね、別の役者さんになるわけだからね。てか、もうね、物語でも死んでるからどっちにしろ出てこないけどね。ま、あ過去の話をやるんだったら別だけど。うーん、いいね。足裏とかもちゃんとなってんだよな、フィギュア2は。素晴らしいね。うーん。いや、いい。いいね。 怒った顔はいいか。やっぱね、うん、こっちの方がいいな。これが一番ベストだな。こうか。なんか、あの、決闘の時のさ、ポーズ。こんな感じの。スネープの方が強いんだよね。エクスペリアームズテてンっつって。あの、エクスペリアムズが確か武装解除だっけ で、エクスペクト・パトローナムは、あのー、ディメンターに対して使うやつだっけな。で、リリクラスが、あの変な化け物には使うやつで。で、ウィン・ガーディアム・レビオーサが、物体浮遊だよね。結構覚えてるわ。ルーモスっていうね。ルーモスは、あのー、ライトになるね、光だからね。光よっていうね。ルーモス。まあ原作だとルーモス・光よって書いてあったりするんだけど。あとなんだっけわざまあアバダケ・ダブラー、あとね、 禁断の呪文が3つあって、服従みたいな呪文と、苦しめる呪文と、あと、殺す呪文。その3つの呪文はもう使うだけで犯罪者みたいな呪文があって。えっと、アバダケラブラ、ああ、もう俺当時は覚えてたけど、もうさすがに他は覚えてないな。アバダケラブラ、スティービファイ、スティービファイは違うわ。スティーブファイは、スティービファイは、あの、なんか攻撃技みたいなやつで、 あのー、なんか、魔法省の人が使うときに、本編で、のセリフは、stubi-fi ーーだったんだよね。なんか、すげえかっこよくて。学校でさ、なんか流行んなかった、ハリーポッター。あのさ、100円ショップのさ、銀色の指示棒あるじゃん、指示棒。あれをさ、杖代わりにみんなして、みんな一個持ってなかった。俺ら結構みんな持ってたんだよね。スターウォーズが流行ったときは、それをライトセーバー代わりにして、ハリーポッターが流行ったときは、それを杖代わりにしてた。ちょうどハリーポッターが流行った、 ぐらいの頃で翌年ぐらいにスターウォーズエピソード3感覚があって気がすんだよないやハリーポッター面白かった俺が小学生の頃かなハリーポッターが終わっちゃう最後の方はもう中学生ぐらいか中学ぐらいかな死の日を終わったりはねで俺が小学生の頃は何だろう、まあ、アズカバンはいいっぱい一番見たんだけどな DVD でねアズカ版とかあと 秘密の部屋あたりが一番見たかな。DVD でね。で、炎のゴブレットがあって、みたいなね。うん。やっぱ面白いね。そうね、アズカバンが俺一番好きというか一番見たな。うん。あの、狼男の先生が出てくるやつね。あの狼男の先生も最後のホグワーツ戦争で死んじゃうからね、奥さんと共に。んで、ロンのお母さんはめっちゃ強くて、シリウスブラックを殺した魔女を倒したんだよ。 ま、魔女っていうかさ、魔女、魔女って言うけど、魔女みんな魔女だからね。登場人物の女性キャラは。魔法使い。うん。あ、そっか。ハグリッドっていう説もあるな。ハルク的な感じでハグリッドを出すっていうのもあるけど、ハグリッドはでも、出ないか。スネープで終わりかなハリーポッターは。で、ボルデモート、あとはバン、ボルデモートなのな。敵キャラは一つ一人欲しいからね。うわ、これポージングさせて写真撮るの楽しみだな。 はい、ということでね、今回は SH フィギュアーツのね、もうね、ハリーポッターについて語り始めたらまたね、長くなるよ。僕めっちゃ好きなんですよ、ハリーポッターも。うん。これね。ちゃんと、魂ネーションズクオリティってね。はい。セブルス・スネープのフィギュアーツでした。多分アマゾンでまだ買えると思うからね、リンク貼っとくんでよかったら下の説明なんかをご覧ください。いや、なんか、すごい懐かしい気持ちになった。 で、これからまたね、このセブルスネープをね、最近買ったフィギュアーツのトニー・スタークとか、ナザーシャ・ロマノフとかと組み合わせて遊びたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらね、評価ボタンとチャンネル登録やコメントもお願いします。ではまた。バーイ。